立憲法カオチーライフ。あ、聞いてよ。ちょっとさ、このアングルでさ言うのもちょっとあれなんだけどさ、なんかね、ミクがあの土日にやってたアンチャーテッドの多分1回目の放送でドタマぶち抜くぞみたいなあの発言の時にドタマってなんか言えなくて、そこをちょっとなんかよからぬ発言をね、あの言いかけたみたいな。こっちの方が死んでもらうよ。見えて、まず見えだよ。どうってドタマ打ち抜くよ、ミクが。どうみたいな。あれね、違う、誤解だから、違うから、ミク本当に言ってないから。どうって聞いてるか、マジ切り抜き。マジでさ、字幕つけちゃダメだろ。字幕つけちゃう。どうって言ってたじゃんって。言ってないの。あの、それは、あの、聞こえただけなんて、ほんと、そんな罵倒したわけじゃないからね、みんな。信じて、みやこは。そんな言葉はね、今まで使ってないんだからね。みんな、信じて。そんなこと言わないが、アイドルだから、そういうとこちゃんと守ってるから。せめて、DT って言うから。アイドル、アイドルだろ、どう考えても。うんちはいいのかって。うんちはいいの、うんちは。謝って。誤解だもん。誤解のことに謝れないでしょ。滑舌悪くてごめんなさいわって。それ今に始まったことじゃないじゃん。なんで今それ、謝らなきゃいけないんですか。ララ。見ろよ、みこのこの舌の短さ。あー、ほら。舌が短いんだよ。謝罪しなって。ごめんね。舌が短くて信用しにして。なあ。